潰すな。今ここウガナビラの時間です。上原さん、はい、今ジープ乗ってるじゃないですか。はい。なんか僕からジープ買うことになった草半蔵くん、はい、半蔵、はいはい、上原さん自分のジープ買うことになったから、ちょっとジープがどんだけ楽しいか話聞いてみよう。あ、はい。ジープ嫌なところないの？嫌なところももう十分分かった嫌なところっていうか暑いだけなんで。暑いよね、はい、でも別に何の苦でもないしね。うん、最高長距離どこまで行ったの？ビセは元部の死んだんじゃない？大丈夫？デイジ暑かったですね。一応やばいよね。日焼け好きなんでもう全開で、上も全開で。ジープってさ、服部君とか、服部君そういえば免許持ってた？ありますよ。車何乗ってるの？ミラーです。一番安いやつ。いや、安い高いというより、はい、何？ K です。ミラーイース K です。いや、なんでミラーにしたの？いや、なんでしたのっていうか、もう僕のっていうか、借りてるんですよ、親から。とりあえず通勤用みたいな。あ、じゃあただ道具だ。まあまあ道具ですね。ママチャリがあるから使ってるみたいな感じ。はいはいはい。あ、そっかそっか。ごめんごめん、はい、服部くんっておいくつだったですか？はい、23です。あ、今の若い人って車に興味がないんだよね。うん。あ、いや別に好きではあるんですけど、統計がね、統計が、好きっていうかさ、はい、多分好きも車にチンチン入れたいぐらいは好きじゃないでしょ。まあ、そう言われるとそうなるのかな。それに近いぐらい好きだわけよ、はい、自分なんか世代は。あ、はいはい、確かに要するに車が欲しくてこれのためだけに働くとかってわけではない。車のために働くっていうか、車が生活の中に入ってるわけさ、はい、車のために働いてるわけではないんだけど、自分なんか親の世代は、なんか、はい、何クーラーとテレビがあれば幸せとかいう話聞いたことない？あ、はいはい、うん、わかります。三神器、何だった？三種の神器ですか？三種の神器かな、はいはい、だった。あ、はいはい、はいはい、電化製品の三大神器かな、はいはい、なんかそんな感じですよね、はいはい、で冷蔵庫とテレビとクーラーだった、電子レンジだった。クーラーは 3C の方かなと。あ、なんで 3C？ あ、 3C カラーテレビ、クーラー、かな、うん、三種と三種の神器っていうのがあるんですよ。三種の神器は確か洗濯機、冷蔵庫、テレビあったのかな、白黒テレビだような気が。でこれが欲しくてっていうか、もう生活の一部さ、はい、だテレビは上原さん、今日のテーマはなんかいきなりこんなとこに来てるけど、ジェネレーションギャップみたいになってますけど、テレビにこうやってカーテンみたいので開け閉めするしながらテレビ見たことある？映画館の映画ぐらいしかないですかね。知ってる？昔のテレビってこうやって蓋が見終わったら閉める。ああ、観音開きのでしょ。観音開きたり仏壇のカララ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 みたいのが。わかりました。あ、はい、あ、ギリギリ見たことあるの？じいちゃんなんかお家が昔、自分なんかがちっちゃい時そんなでしたよ。ああ、じゃあかなりの、長間の、物持ちがいいおじいちゃんだったんだよね、多分ね。昭和50年ぐらいまでだはず、多分。いや、もう、あれは物心はついてるから、昭和60年にはなってたと思います。じゃあ10年ぐらい持ってるんだね、多分。じゃああの頃のだ、テレビなんですね。チャンネルも、手動の回すやつ。そうそう。テレビを、なんか、なんていうの、見終わったら綺麗にお使い終わったピアノみたいに拭いてた。自分なんかあんなのはありましたよ。上からシャッターみたいにガラガラガラって閉める。ああ、そうあれもあった。ああいう風に大事にしてたし、まあ、洗濯機は道具だし冷蔵庫も道具だとは思うんだけど、車を2時間かけて洗ったことある？あ、1時間ぐらいです、大体。うん、5時間ぐらい磨いたりとかする人がいっぱいいた。自分も一番最初にランクル洗った時、4時間ぐらいかかってた。ああ、じゃあそういうことだよ。しかも大阪だったから、なんていうんですか、車洗うところ
洗い場みたいなのがあるんですよ、うん、そんなところでしか洗えなくて、うん、水代300円ぐらいで2分ぐらいしか出なくて、結局3000円とか使う。いや3000円とかじゃ効かなかったですよ。なんで洗車にこんな100円チャージしてるんですか。200円で 3分ぐらい、あの、まあ、300なんかそのぐらい、何百円かで何分みたいな。プールのシャワーやし、デージっすよ。でその代わりデージもうハイパージェットぐらいで出るんですよ。あ、その代わりね。あ、高圧洗浄機で自分車最近洗うようになってるんですけど、数ヶ月前からあれ当てたら切れるって知ってました。人の皮膚があれこのぐらいの距離だったら、あの、多分普天間さんの内臓出せると思います。マジで。はい、危ないじゃないですか。めっちゃ危ないですよあれ。子供に刺しちゃダメでしょ絶対。子供にはできないですよ、ね、僕だから一応あの家にありますけど、電源抜いて水道から外して、あの電源取って3つでできないように止めてから、ね、うん、もうあのトリプルでやってますよ必ず。あ、もし置きっぱなしにしてて子供が取ったりしてブーってやったら、あれか、僕指に当てたんですよ、パスンって。したらバスって切れて1センチぐらい血が出てました。バーって、水圧でカッター網で切れますね。怖、もう武器ですね。武器ですよ。あのメイクマンとか市販のやつでもこれぐらい破壊力ある。そうです、3万円ぐらいのやつで、だから5万円ぐらいのだったら、あの多分ちょっと大きい5万円ぐらいの背中に背負えるの買おうかなと思ったんですよ。殺傷能力ありますね。あれだったらこの距離だったら、あの、うん、服部くんの耳落とせるね。耳落とせますよ。本当に危ないですね。あれお前半蔵から服部くんに下がったの。いやー、まあなんか人生そういうもんさね。山あり谷あり。あの服部くんがなんかラジオちゃんとリスナー、服部くんどうやればラジオは面白くなるのかな。ちょっと服部くんってラジオ歴何年なんですか。1年ちょいですよ。たった1年なの。いやお前 うちらとあんま変わらないんじゃないのかしたら。まあまあそんな感じです。そのなんか基礎とかないの、はい、このなんていうラジオはどうやって喋りましょうとかいう、はい、そういう一番やっぱりリスナーのことを考えて喋ることじゃないですか。だからまあ あれこれとかじゃなくて、ちょ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 、はい、何ですか、はい、これはあの主観なの。主観で言った今。いや主観っていうかもう全体に通ずることで、はい。いや今お前今時が止まったぜ。お前ここで言う。今まで10月くらいで全部視聴者無視してやってたラジオでこれ。いやでも今更言われてもね。だからそのこっちあの全無視だぜ。なんか今なんか、はい、そういうスタイルで逆に存在存在する大前提前提条件条件を、いや、あの僕あの失って、いやあのそもそも今さんたちは今ここからナビラが解散するかどうかの今じゃあの解散だよ。徳地さんたちがそもそもだからそのなんて言うんだろう、あのまあその言いたいことを言いって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあ主張したいことを主張するっていうような趣旨でやってるっていうのを前提でやってるので、別に特に何も言ってなかっただけですよ。はい、なんか趣旨があるんで。やった好き勝手やってるからわーわー黙ってたんだってみたいな。違う言えないです。ひどい。言えない立場なので言ってないだけの話。いや立場があれば言うってことだ。じゃあそうだね。立場の年上だったら言うぞって言いたいんだよね。違う。やっぱりあのはい。あ、いただいて喋っていただいてるんで。何が言ってる。やばい、上田さんがボソってるから死に抜ける。違う、あのこのラジオはあのー、ラジオっていいなと思ってね、はい、楽しいですよね。楽しいというか一応一人でも聞いてくれてる人がいればいいんですよね。たった一人に届くメッセージだけしてますか。そう、うん、もうそうだ、うん、これが一番いいですよ、うん、もう今日聞いて一人、うん、あなんかよかった、聞いてよかったって一人出たらもう喉もクリア。ペルソナマーケティングしますか。そうですね、ペルソナマーケティング。もう超暇でしょうがなくて、うん、お腹もいっぱいで、うん、全部映画も見てゲームも全部クリアしてしまった、うん、今ここがなびらみたいなこのぐらいの時に聞いとく。全部クリアした後ですから。そう、虚しい後ですよね。あの、ま、孫にもあのお小遣いあげた後ぐらい。あ、もう大満足の向こう側にしかいないこっちは。だからレベル高いですよ、これ。レベル高いですね、うん、あ、こういう人に届けるラジオにするんだ。だからあのだから一人とかしかいないじゃないですか。多分服部
鳥くんのためにやってるのにね。そうね、僕はためになってます。半蔵がね、ためになって、笑えたらいいよ。半蔵レベルじゃなくて年齢、ここターゲットにしますか。半蔵何歳やった？23です。23歳か、はい、あ、でもいいですね。23ターゲット。23の時俺身股かけてたあの徳さんにちょっと教えてあげたら身股かける方法。おかえりなさい、普天間さん。ただいま、はい、そう、何してきたんですかちょっと聞いてみようと思ってね。分かった。ごめんなさい、すぐ行きますね、はい、これ僕とか上原さん、普天間さんとか羽鳥くんも入れるからさ、のファンが聞けって感じプライベートはブラッド・ピットがどこ行ったとか聞きたいでしょ。ブラッド・ピットのファンだったら、そうですね、追っかけとかいるじゃないですか。そうそう、ブラッド・ピットもいますよ、はい、そんな感じ。今普天間さん の好きな人だけ聞いとけばだからどこ行ったんですか。あの向こう側で友達できる感じね。ちょっと待って、これ上原さんのこのやり取りも面白いんだけど、どこ行ってきたんですか、普天間さん。あ、東京行ってきました。な結局何してきたんですか。ちょっとまだ公にできない部分があるんですけども。あ、できないんですね。だって、ちょっとある人がいて、はいはい、ちょっと今からちょっと有名人になりそうなんですよ、うんうんうん、でそこでちょっとそういう人たちと会ってきて、なんか打ち合わせした感じ。あ、マスコミの人たち。そう、メディアです。メディアにこう今からマスメディアの人たちと露出する準備をちょっと始めてて。ある人の女、そんな。そう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 。でちょっともう今は出すなって言われてるから出さないけど、もうちょっと有名な曲のもう本当に決定権持ってる人たちと会ってきたんですよ。それでマネージャーやってる。そう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 。夏に向けてですか。そうですね、本当にそんな感じ。夏に向けて。今夏に向けて。なんとなく涼しい夏に向けて。夏に向けてですか。そう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 。涼しい夏の夜に向けて。夏に向けてのちょっと準備をして。沖縄の人狙われますよね。狙われます？なんで毎回沖縄の人じゃないですか。こういう系。3代目ぐらいになる。ところは変わるけど。ああ、なるほどね。うん、ちょっと自分も全く分からないんですけど、もう本当にもう未知で、それがなるのかも分からんし。だから要は、幽霊屋敷じゃないですか。うん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 、簡単に言うと。お化け屋敷。興味津々みたいな。そう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 。なんか、見たい世界っていうか、うん、だから今までは、義母じいさん。義母さん。義母じいさんね。じいさんとか。言ってるし、もう。うん、だからもうちょっとその特殊能力が本当にもう時空を超えて地球の裏側だろうとなんか見えちゃったりするので、らしいので。普天間さん、話あれですけど、はい、このラジオはあれです、リスナーは一応金持ちになりたい人が聞いとけばいいんじゃないですか。金持ちになりたい人が。ああ、そうですね。そういう人ターゲットにしとけばいいですよね。はい、その方に水を広めるって言われたんですよね。いや、この方じゃないです。この人は、やるなです。あ、水は広めろは、じゃない人ですか。要は、なんていうんですかね、聞いたら、水を広めるんじゃなくて、水ってその水じゃなくて、水道水は飲むなって意味だったんですよ。ああ、水道水は飲まん方がいいから、水を広めれって。できるだけもう水は買って飲みなさいっていう意味の広めなさいから、ちょっともうちょっと広かったんですよ。あれっていう意味じゃなくて。だから本当にもうペットボトルでもいいから、もう水道水飲むよりはるかにマシらしくて。そういえば水の話はなくなったんですか。そうそう、一応自分のアイインしてますよ。アイインはしてますけど、アイインはしてるので、そのままユーザーとして、うん、次の日にもうせっかくここ20人ぐらいメンバー集める3人までして、そう、3人したのに電話も入れてるのに、そうそうそう、電話もしたし、次の日にひっくり返し、ちゃぶ台ひっくり返してる。誰か、普天間さんがひっくり返したというか、やっぱりこう仕事って物も仕組みも大事だけど、でも詰まるところ人じゃないですか、うん、もうその人がルール違反を犯したから、いやちょっとそれ違うだろうと、要はマナーというかね、それを犯されたらどんなに素晴らしい仕組みも商品も台無しだったので、不義理されたの。そう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 、不義理というか、不義理というかマナーの問題、人として、聞いた話では、うん、あんな態度してね、ネットワークサービスしてる人たち気をつけた方がいいですよ。サービスね。サービス、サービス。サービス業だから。サービス業だから。特にサービスって言いましょうね。ネットワークサービスやってる人たち気をつけた方がいいですよ。そうならそうと
行ってくれないと困るからあの別に行ってくれればいいんですよ、うんうん、きちっと。もう徳地さんなんかね、あのもうすぐ行った方が一番分かりやすいからね、うん、だけど一応モロハの剣だからね、まあ、これは本当に思いましたね。あ、うん、でも一個、うん、とってもいいなと思ったのがありましたね、うん、あれやったらその人の本性が分かるんですよ。うん、人間性の底の一番わかると思いますよ。あれがもう、あらわになるから、ある意味なんか何ていうんですかね、嘘発見器じゃないけど、うん、見抜けるし、そういった面ではいいかなと思いました。糸松氏ですね。そう、本当にもう本当に思う、うん、最初これまでそれさえなかったらまあまあ大丈夫かなって言ったけど、うまい、糸松、うまい、完璧、うまい、もう本当にわかりますね。あ、本性が、だからもうよほどね、悟ってるぐらい人としてできてないとうまくいかないですよ。あれは人間力とかいろんなものがある人は基本的に儲かりますからね、うん、ビジネス、あの要は何を売ってるかですからね、うん、本当に信頼とか人とか、うんうん、夢とか、うん、そういう何か概念的なものがあって、うんうん、それがバランス的にね、うんうん、みんなのためになって自分のためになって、まあ最低限、あ、だけどあれも同じだと思いますよ。僕あのまあ、賛否両論あると思いますけど、うん、いきなりお菓子とか売りつけてくる 2,3 人のグループ分かりません？果物とかでしょ？果物とか、街頭でご当地のなんかとかを、営業飛び込み、ああ、はいはいはい、なんかこう持ってからお店とかに、こんにちはとか言いながら、すごい新人研修、あ、分かる分かる、新人研修分かる、これ俺も来ててから呼び止めてからちょっと話聞かせろっつって、うん、仕組み聞きました、うん、あれですね、あれいいっていう人がいるんですけど、うん、多いんですけど、ああいうのは若い時にやった方がいいよとか、うん、どうのこうのっていうのは一応ありますけど、うん、もう少し離れて落ち着いて見た時に一応大迷惑なんですよ。ああのその会社的には、僕車家に営業断りって書いてるのに、うん、もう年に数回入ってくるんですよ。コンコンコンって、それも笑顔でこんにちはって、女の子2人とか男の子2人とか男女とか真っ黒に日焼けして汗かきながら、うん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 、なんか多分こうローラー作戦やってる、ね、なるほどね、全部の家100軒ぐらいとかこのようにポンポンって落とされるんですよ。まるでオスプレイからヒューヒューって落下さんで落とされてみたいに車で落としていくんじゃないですか、ね、なるほどなるほど、多分だと思いますよ。して1日300件アタックして10人に売れとかね。うん、で例えば24色の色鉛筆売ってたりとか、分かります？へ、物は何でもいいんですよ。システム手帳とか、何でもいいわけね、うん、そういうのがいろんなところに行ったら、まあ、例えば僕 の, 嫁の実家に行った時に、その売りつけら60色鉛筆とかがあるから、買ったんだこの人と思って、1000円だったとか、多分原価100円とかなんじゃないですか、それぐらいと思うでしょ。うん、で元気よく来るから頑張ってねって言って買ってあげる沖縄のおばちゃんもいっぱいいるわけですよ。あ、うん、でそこの部分は用の部分なんで、うん、ほらこんなやって買ってあの沖縄元気がいいからって買ってもらえていいだろって、お客さんも喜ばせてとか言ってる経営者はいいんですけど、押し売りは押し売りだから、たまたまおばとかは、うんうん、人がいいから頑張ってるね、うんうん、兄さんとか言って買ってあげたりね、善意をやるけど、うんうんうん、しつこいし、人の門とか家とか勝手に入っていくでしょ、うんうんうん、不法侵入が悪いって言ってるよりも、うんうん、勝手に家の中入られると、うんうん、要はこういう人が頻繁にいるとさ、なんていうの、勝手に家に入っても誰もなんか気にしないようになっちゃうでしょ。うん、普通だったら近所の人が、知らない人がなんかうろちょろしてるけどってね、近所の人ももっともっと助け合いがあるけど、うん、もういろんな人が出入りしてたらね、セキュリティの問題もあるし、子供がいる家とか怖いさ。うん、だから警察に2回ぐらい訴えてパトカー呼んでる僕。うん、そうなんだ、マジで2回呼んでるわけ。うん、そして会社の人にここの住所は行って二度と来させないように指導してくださいって警察に言って、うんうんうん、そして自分は家の中に大切な車の部品とか置いてるから、うんうんうん、入って壊されるのも嫌だし、入り口に営業断りって入ってて、うんうん、どの神経
どの神経でピンポンピンポンってチャイム鳴らすのって、あの自分たちカッコつけて仕事してるとか努力してるとかいいかもしれないけど、その度にもしかしたら昼間寝てる、夜働いて昼間寝てる人が起きてきたりするんだよって、人の時間を奪ったりする行為だから、物を買いたい時は自分はスーパーに行くなりコンビニ行くなりして買うから、うん、そんななんかあの家賃も払わないようなところで働かないでって、税金払わないようなところでなるほど、うん、っていうのが、だからなんでこういうことを言うかって言ったら、うん、あの JMM のメンバーのね、豊里さんが、豊里さんって普天間さんも知ってるじゃないですか。ああはいはい、安、うんうん、彼が やってましたよね。あ、これ やるんだって書いてたから、みんなが頑張れ頑張れ頑張れって書いてたから、これだったんだ。うん、あの要は飛び込み営業やるやつ、あの結構月30万ぐらいもらえるんですよね、頑張ったら。あ、まあ、でもあれでしょ、完全ノルマみたいな、完全歩合制でしょ、歩合制で。まああのあれはいいと思うんですよ、松山のキャッチとかは。もう、もう あれはね、行く人たちは声かけられるって分かってるから。だけど国際通りとかで歩いてて、上原さんとか、はいはいお兄さん、あの沖縄そばどうですかって言われたら、もううざくない、歩いてるたびに、はい、お兄さんお兄さんお兄さん、沖縄のなんかあのビーチサンダル作るのやりませんか、いや俺沖縄の人だからみたいな。国際通りすごいひどくないですか。最近は目立ってきてますよね。昔はあんまなかったと思うんですけど、あれ昔なんていうか皆無になかったんだよ、はい、あの僕も東京行ってこんなやってこういうキャッチ的なものがあるんだと思って帰ってきても、国際通りは結構多いなと思って。あれ全部県外の人だからね。大体そうですね。あ、そうなの。あ、全部県外の人でしょ、9割ぐらいは。もう大体ないちゃう。あ、ほらお土産屋って、お土産屋同士で喋ってるさ、そこで喋ってる喋ってる、もう喋り方聞いたら、あ、そっか、うん、聞いてみます、うん、あの僕はあの本出した時にもそういうメッセージがあるんですけど、沖縄の人が商売下手なのが残念で、うんうんうん、だけど沖縄の人が商売下手よりもおもてなしとか本質的なサービス業がわからないところも残念で、うん、でいいところも知ってないのも残念なんですよ。なるほどね。あの沖縄のおばあがタメ口聞きながらそば食べなさいって言ったりね、ああいう思いやり心がこもってれば別にいいんですよ、ああいうのは。だけどなんかね、意味もないあのホテルのマナーとかね、おもてなしとかリッツカールトンとか言ってるけど、別にあの沖縄に来るんだったら沖縄風にすればいいんじゃないって。なんであのそういう外国の金持ちの人の基準に合わせていかないといけないのって思うんですけどね。あの沖縄の人が、地元の人が食べに行けないレストランって面白くなくない？うん、まあ完全に無視されてますからね。うん、なんか地元の人が食事できないホテルとか、あの物価に合ってない食事って、地元の人のなんていうんですかね、あの心がもっと豊かになる教育があれば問題はないと思うんですけど、なんかあのバリ島とか行って金持ち日本人がいっぱいいて、ホテルとかでやって遊びまくってさ、地元の人が安いからって物価の物なんかさ、僕あの物価が安いとこに旅行行く日本人あんまり好きじゃなくて、あの王様になりに行く人いるでしょ。あの残念なことに、あのタイとかフィリピンとか いるでしょうね、うん、あのもう本当にああいうの見るとバカに権力と金は持たすなって思うね。あ、うん、使い方が分かってない、なんていうんですかね、その権力じゃないけど、この人を見抜く3つの方法っていうのがあってから、お金持たすですか。そう、要は、まあ、お金と権力とも一緒なんだけど、うん、お金と酔っ払った時とハンドル握った時っつってから、でもう残念ながら1個出たら3つ出るって。あでお金と権力が持ってる時とタイミングがあるじゃないですか。で、まあ、お酒は飲まん人がいるから、一番このハンドル握った時、ハンドルはさ、あの分かるのはあの割り込みとか追い抜きとかの、うん、そういう瞬間瞬間に分かるでしょうね。でもそうそう、飛ばすとか飛ばさないはその状況の問題なんだけど、要はよくパッて横からおばちゃんがいると、うん、さりげなく常に入れてあげてるとかさ、うんうん、やっぱり自分の嫁とか友達とか一緒にいる人たちは助手席に乗っても常にそうなってる。あ、うん、あのなんていうの、自分残念なことに
家から出るときにあの通り抜けできる通り抜け、うん、抜け道の前に家があるから、うん、で出るときにあのバックで出たり前から出るにしても壁があるんで、うん、あのもう本当に徐行の徐行でこうやって出していくんです頭でボンネット出てやっと運転席からこうやって見えるなって分かるまで10秒くらいかけてゆっくりですんですよ、うん、見えるなと思った瞬間わざわざ飛ばしてきて避けながら行く人毎日いるんですよ。あのかわいそうだなと思って、あの人を譲れない、あのもしかしたらうんこ漏らしたかった場合はいいですよまあまあね、まあ、そういう時ありますからね、うん、あの本当にこの前も娘を学校に送ってゆっくりね、スクールゾーンだから、うんうんね、通勤時間だから時速30キロのところ30キロ出してたんですよ。別に悪くないけど、そしたら後ろからバーってきてうーって追い越していくんですよね。あ、今これリスナーに悪かったね、あの後ろから来て横から追い越していくんですけど追い越しし普段やらないのに追い越しの仕方も普通は、うん、ずーっと前まで行って入るっていう感じのが丁寧なのに、もうケツが俺の鼻先に当たるかみたいな入れ方する人いるでしょ、いる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 、ね、残念なことに、うん、だいたい顔見たら貧乏っぽいんだよね。もうあのちょっと言葉は難しいけど、一応モラルと年収は比例してると思うよ。残念だけどモラルと年収は比例、やっぱり年収が低いとモラルも低いっていうと、今炎上する言葉もあえて使うけど、うん、あのやっぱりあの荒んでるところがある。うん、うん、だからうん、本当にお金がなくのに、お金がなくてもあのなんていうの、後期に来てるっていうのが高っちゅ、うん、高っちゅって感じで、高貴な人っているさ、おじいおばあとか普通にしてる人たち、ああいうのでわからない。俺よく松山とかであの仕事で飲みに行くさ、自分は基本的に酒は飲まないけど、だ必ずタクシーで移動する羽目になるさ、その時にタクシーの運転手にさんに対しての態度とかがひどいやつがいるよね。おいとか、もうお前お父さんみたいな先輩にそんな口の利き方していいのかみたいな。自分の最悪な友達がいてからさ、これ以来本当にこのお友達最悪になったんだけど、もう酒飲んだら強くなるでしょ。お酒飲んだら強くなってからさ、で、あのおさわりスナック行って流れるおっぱいやって、ちょっとあの若い時だったから自分友達とね、流れるおっぱいやってたわけ。したらこれと二次会三次会でもう頭バカみたいになって喜んあの遊んでるさ、友達何人22とか3とかだと思うけど、4、5人ぐらいで、タクシー4人ぐらい乗ってぎゅうぎゅう詰めで乗ってやるでしょ。あのちょっと1人オーバーで乗ってる時に、すいませんすいません、だけど酔っ払ってるから強がってるさみんな。そしてこの1人だけ、うん、Y さんっていう人がいる、Y さん、うん、あの出ると多分友達してる人から、あの Y さんっていう人がいるんだけど運転手さんにこうやって、うん、後ろからさ首絞めるみたいな感じでこうやって手出して、あの鼻のとこに指こうやって、うん、さっきの女の放火じゃって言った本当にアウトです。指入れてるんですよ、車の中で。いや違う違う、このあのお店でお店で指突っ込んできてるのを、このタクシーの運転手さんの前に後ろの席から頭あのこうやって首のまして、して鼻のとこに、おじさん、うん、さっきの女の匂いって、うん、こいつは首です。リヤッケだね。した時に周りの友達もさすがに引いて、うん、失礼だよって。あ、それはそうよ。あのちょっとふざけが過ぎるぞって。したのにこういうの頭悪いから、いや何が悪いも おじさんも嗅ぎたいかもしれないし。闇。なんかしたけど、この時にピーってタクシー止められて。うん、いい加減にしろよ兄さんって、バンってドアが出て、みんなですいませんでしたすいませんでしたって全員で謝った。殴られそうだった。そりゃそうさ捕まれて、運転手さんに捕まれて、こんなって、えーって死なすよって、大変でしょ。大変、うん、こういうのはただのバカね。こういうのはただのバカ、これはダメです。人間性っていうか、ただだけど、あの本当にあのある残念な地位の人とかいますよね。僕あのある塾の塾長と教育、塾出すときに相談して、
すごい子供のこと語ったりいろいろして、ああさすがだな、尊敬するなこの先生って、あの予備校業界で、うん、でちょっと食事終わってから居酒屋とかでね飲みながら話して出てきてね、して居酒屋の前でタバコシュッシュッて、今までのはどうだったんだ、今までのはどこに行くんだみたいな、徳さん今までのはね不利です、このためのあのたまに台無し、たまにやる人 いますよね、いる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 、分かる分かる分かる、爪が甘いやつ、甘い、爪が甘いっていうか、あの偽物だから、あそうですね、爪が甘いっていうかね、そう偽物ですね、うん、もう本当にこの最後気をつけたいですよね、うん、もうどんなに熱く語っても、うん、こんなのやられたらもう本当に台無しですからね、うん、だからある意味話が元に戻るんですけど、今回のネットワークビジネスは、うん、サービスですね、ああネットワークサービスはネットワークサービスは普天間さんの株を上げちゃいましたよ、あそうなの、ある意味僕の株も上がりましたけどね、あそうなんだ、あのアイディア的には素晴らしかったんじゃないですか、うん、もうバッチリですよ、もうおかげさまでね、あのやっぱりこう、ね、やっぱりこう人でやり、ね、下手くそかもしれんけど人で商売したいなと思って、あ人あのここで普天間さんがあのちゃぶ台ひっくり返したところで、うん、まあ普天間勤む知事いいかもしれないなみたいなやっぱり最後の最後は要はどうするのかなと思いますよ僕、うん、あの知事とかハニートラップにかからない男っているのかなとかこれ多分ね、自分大丈夫な気がしますね。いやいや、あのハニートラップっていうのはそういう意味で言ってお金も、うん、意味、ああそれも込みでね、うん、あ全部込みで、マネートラップも全部入れて、マネー込みでトラップじゃあ、うん、いろんなトラップ、どこぞのハゲがね、もう追い詰められてるさもう本当になんとかね、うん、しようよ、もう早く死ねって思うけどね、マジであれちょっとすごいですよOK、 じゃあ一回 CM 行きます。あいつやばいよね、ズラがいいんじゃない、えハゲがいいのかな、ズラがいいのかな、いやもう何でもいいんじゃないですか、何でもいいか、そこはデージズブといっすよね、すごいよびっくりした、あこれかけれる、はい、DJM にします、それともいや聞いたことない、今開けたばっかり、じゃ DJM 投票もいつもちゃんとやってる、自分大阪だから住所、あそっか、そうなんです、でも一応茶谷に引っ越したらもう持つ、住所移そうかなと思ってすげえウォーターだ、何の何の ネットワークサービスじゃないですよね、あのまだですか、はい、ドキュメンタリー映画、入れるんで、じゃあ10秒前です、7、6、わら、あれいい音楽ですよね、ああ戻ってきたんだ、うん、これ何になんか優しいな、徳志さん、何の曲ですかこれ、これちょっと1分ぐらい聞いたりとかしてもいいんですか、あ分かりました、じゃあマイク下げますね、うん、あのいや喋れるようにしながらでもいいですけど、 あのこれ 528? これちょっと何メガヘルツ、こっちのラジオの話、うん、なんかあの CD のあのなんか書いてません、528Hz、なんかあるんですかこれ、別名愛の周波数とも呼ばれ、あだから優しいんだ、528、はい、でこの周波数を含む音楽に聴き入るとリラックス効果が得られると評判になっていますって書いてあります、でも聞いた瞬間いいと思った、あの封印された領域の波動で、へジョン・レノンが全部発見した音域、なんかどうのこうのと、すごい超いい、初めて聞いても超いい、これを聞くだけで、体の細胞とかが再生するのがなんか分かってるみたいな、へあいいいいいい、すごくいい、ちょっと聞いてみましょうね、これユーストには流れてないんだよね、はい、デイジー歌でいいなこのメロディー、うん、分かるんですよ、脳が引っ張られる感じが、うん、あ多分あの上原さんとか僕以上に音楽とか好きだから、うん、ミュージックを決めてますよね、決まってるっていう、 なんていうんですか、あのこれあれに似てる、あの脳幹、あのサウナ瞑想した時の感じ、うん、うん、そうそうそう、あの脳の中に入って
あの頭の中っていうかなんか入ってくるよね。これを初めて聞いたんですけど、2枚あって1枚は家で聞いたんですよ。2種類あって、あの今ここウガナビラ、あの今日で終わりにして来週から違うのやりますか？このタイミングであのこの音楽をずっとかけながら、これめっちゃあの今日は説明する時間がちょっとないんですけど、うん、水も全部関係してるんですよ。これやばいですよね。これちょっと写真撮っとこう。あのこれ普通に CD 屋さん売ってるやつだ。僕はあのちょっとしあのこの前あのお知り合いになったっていうか出会った方からプレゼントっていうかもらったんですけど、うん、いい、とってもいい。で水の話、この水は水の話もなんですけど、あの普天間さんが水の話をしたじゃないですか、はい、あれがあのおかげでちょっと水もあったし、水素水の話もあったし、うん、今まで水のこともいろいろ調べてたんですけど、うん、調べてたというか興味津々で、うんうん、やばい水のやばいの人に会ってしまったついに、うん、普天間さんテレビとか会ってる間に、あの一部上場させ20代の時に上場させた社長さんとちょっと一日中一緒にいたんですよ。あのどのぐらいすごいかって言ったら、20代の時に会社上場させてるんですけど、20代でですよ。上場ってわかる？東証ですか？東証に。ああ、よくわかる。俺より分かってるね。あ、いやいやいや、ね、なんとなくこれもそこまで、はいはい、それだけしか知らんよ、はいはい、詳しいのは知らん、はいはい、一部上場ですよ、ね、あの、はい、一部上場とか上場とか言いますけど、はい、あれって三栄とかがやっとできるとか、そんな感じのイメージ。マジで？沖縄で3社ぐらいしかなかったよね。龍銀、うん、沖銀、三栄ぐらいだったような気がする。ほらほら、はい、マジか。そうですよ、はい、経常利益がなんか3年連続で3億か4億ぐらいでできないんですよ、基準が。それを3年連続で3億で足し続けた基準がね、基準ね、うん、で審査があって、あそこ基準でまた通るかどうかまた別ってことね。で東証は、東証が一番上で、その下に、ナスダックだったとかマザーズとか、はいはい、2部です、ね、あ2部上場2部とかそうで、やばいじゃないですか。すごいね。沖縄に3社しかないとか、だからそういうのの20代で持っていった社長さんがいて、河合歩さんっていうんですよ。はあの5個ぐらい上で徳さんより、うん、でこの前会って、一緒にいきなり会って水の話をするために会ったんですけど、20代の時にこの人フロッピーディスク、当時、うんうんうん、IT の社長なんですよ。フロッピーディスクにコピーガードつけて世界中に売った人なんですよ、うん、おお、最初の最初の人、フロッピーディスクにコピーガードをつける、あの、うん、それでとんでもなくあの日経ビジネスとか何回も本も何冊も出してるんですよ、非常識な組織論とか、とんでもないちょっとスピリチュアルな感じの人に見えるんですけど、ただのおっさんなんですよね一応あったら僕もただのおっさんと思って喋ってたんで、うん、で彼が沖縄にもう住むんですよ。でそれで友達から沖縄の面白い人として紹介してもらって、したら何をしてるんです。ただ紹介された時にこの一部上場させ、東証上場とかなんかよくわからないけど、うん、そういう社長さんっていう風な紹介を受けてなくて、うんうんうん、いきなり目の前におじさん紹介されただけで、うんうん、普通に話してたら、うんうん、なんか意気投合してて、うんうんうん、このおっさんかっこいいなと思ってたんですよ。あ、さすが徳志さん。いろいろ出したら、じゃあ帰り、ではとか言った時に、徳志さん時間ないですかって言うから、うん、もうちょっと話したいですって言うから、おお、僕のアトリエでやりますかみたいなアトリエに行って、うん、そこから 4,5 時間ぐらいずっと熱いトークになるんですよ。したら実は
とんでもない、これは今ラジオで言ってしまって聞いてる人ちょっとやばいですけど、全ての病気を治す水を発明してしまったって言ってました。やばいよ、またひどい、なんか来た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 ネットワークと思ったんですけど、じゃないんですよ。でネットワークサービス大嫌いというか、まあ、ネットワークサービスがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、一部上場させてる人にそういうレベルの話じゃないじゃないですか、うん、ちょっと中途半端な。で20代で50もう成功してるから50カ国ぐらい外国行って、うん、パリダカールラリー自費で何回も出てるんですよ。バイクで世界中旅してるんですよ、うん、ずっと会社はして水を見つけて、そこに研究、水の研究にお金つぎ込んで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 、でまた10億ぐらい突っ込んで、で会社傾いてるのにずっと水のことをやってて、それで株主から全員にクーデターを起こされて会社から追い出されてるんですよ。あ、マジかよ。で最近破産したんですよ。とんでもない借金で会社の負債抱えて、でニコニコしてるんですよ。破産して、この破産手続きがやっと終わったよとか言って、はぁ楽になったみたいな、うん、して日経ビジネスとかで破産したっていうのも出てるんですよ。その見て、普通成功してるね、自分の出てる記事持ってくるならまだしも、自分が破産して記事、あの伝説の社長破産みたいな、この人なんですよ。だけど至って幸せそうにしてるんですよ。でもう僕はそういうとこにいないっていう人で、ビジネスとか金の世界のとこには。でまず何を見つけたかって言ったら、地球上にない鉱物を見つけたんですよ、ロシアが。本当の話ですよ。全部ちゃんと書類もあるし、動画でも見たし。要はもう地球にないってことは宇宙のってことですね。チタンと、多分僕が間違ってなければ二酸化炭素が一緒に化合して燃えて熱化合したみたいな感じの、でそれがなんか地球上にありえない物質をロシアが見つけて、なんかに使えないかなっていろいろ調べるでしょ。温めたりとか削ったりとか叩いたりとか超音波当てたりとか、化学反応がないかとか塩酸かけたりとかしてるうちに、砕いて戦車とかに塗るとステルスになるっていう軍事利用ができることが分かったみたいで、他にも何かに使えないか、他にも何かに使えないかってやってたら、これがとんでもない水の構造を変えるっていうことができる。まあここまでちょっと話止めておきますね。いくつのものが絡み合ってできてるんで、あと一個、銀が全部の滅菌するって話聞いたことありますよね。あ、銀が、あれ、それは聞いたことある。うん。銀が、なんか、まあ、数字は、単位は間違ってますけど、イメージ的に言うと、100トンの水を1グラムの銀混ぜてるだけでもう病気を、病気しない水に混ぜるとか聞いたことないですか？は、100トン1グラムで OK なの？まあ、なんかそんなレベルなんですよ。マジか。銀、ちょっとだけでもピュッて出すと、その、銀が、要は銀の皿とか銀の器ってそういう意味があったみたいだったし、多分ドラキュラの玉も銀っていうのはそういうイメージから来てるのかもしれないけど、要はウイルスを全部銀の水、銀が混ざってる水って全薬になるらしいんですよ。全部の病気を治せるみたいな、がんも、あとクローン病治せるとか、エイズまで治してるんですよ。でこの新聞記事とかも全部持ってきてて、アフリカでエイズの村をこの水で全部エイズ発症させなくしたりとか、全部やってきてるんですよ。でクローン病治したな、とんでもないって、この何、じゃあさっきの話戻しますけど、さっきのチタンが二酸化炭素と一緒に燃えたみたいなものに銀をくっつけることに成功して、大学で、まあ、教授も出てきますけど、これを水の中に、この入ってますけど、ポチャって入れると水の中に銀がバーって溶けていくっていうのを見つけちゃったんですよ。徳さん、この水がそれですか？そうなんです。だから持ってるんだ。飲んだ、はい、飲んだ？飲んでいいんですか？あ、飲んでもいいけど、今これはシソジュースになってますね。シソ。で、水はそうです。元の水はそれで。で、僕それをもうその場で買って、もう説明受ける前に人見て、この人が言ってるのはもう理由はなく、飲みますから、売ってくださいって言ったら、いくらですかって言ったから、もうすぐ払いますって、その場で自分の分だけ、で何かって言ったら、ここに今入ってますけど、水入れると銀の水になるじゃないですか。飽和したらこれ以上は飽和しないんですよ。また飲み終わって新しい水入れるとまた出るんですよ。あ、なるほど。これで 1年間ずっとこれで。マジで、
毎日2リットル飲んで1年間その水は水道水でも OK 何でもいい。マジかよ。もうだからもう水道水の組成とか水素っていうレベルの話ではない。簡単に言うと水自体をフォーマットしてるとしてると思ってって、きれいに水をフォーマットして生きた水にしてるだけだけして、これが水滴垂らしますよね。あの例えばガラスの上とかに盛り上がりがあの産みたての卵みたいになってるんですよ。これはプリプリしてる。物理的な問題だから、なんで こんなって水が針になるかっていう、針を出すっていうのはできないらしいんですよ。これだけができるって。マジか。じゃあ徳さん、俺びっくりしたの、うん、前ねその水の話しながら、うん、一応徳さんもう水作らんって話したわけ。多分沖縄のなんか分からんけど使って、徳さんだったら多分いい水作れるでしょうって話をやったんだけど、まあ、結果的にできたことになりますね。して僕その前日に子供たち連れて川に滝登りに行ってるんですよ、うん、今年は3回か4回ぐらい行ってるんですよ、子供連れて。でその滝の水いつも飲んでるんですよ、うん、美味しいこの水って。で子供たちも飲まして、あの比嘉優奈さん、比嘉優奈さんのフェイスブックの、ああ滝ってのあったね、滝口から水プーって出してるの分かります？ゴジラみたいにプーって、うん、あれ多分優奈さんがあの多分自然、あれは多分優奈さんなりの一つのメッセージだと思うんですけど、あれ僕がやったんですよ最初。僕が川の水を口に入れて子供たちにプーってかけて遊んでたんですよ。そしたらまず最初に川の水を口に入れること自体がみんなえーみたいな感じなんですよ。一応、一応大丈夫なのって思わない？一応ちょっとだけ、まあまあ思う子供たちで、子供たちにやらしてるから、他の親たちが子供いっぱいいたから10人ぐらい、自分の子供には飲んでも大丈夫だよって言って、みんながこうやってそこで具志堅吉和が達成してたっていうのが、ゴヤさんが見てそれで飲まなかったっていう裏話もありますけどね。でみんなにゴヤさん飲めよ飲めよって言ったら、飲まない飲まないって言ったら見たからね、うん、ちょっと遠くで具志堅吉和があのその川に達成してたのを見たから、もう飲みたくなかったっていうのも裏話もあるけど、まあそのぐらいで来るかどうかわからないけど、うん、まあその水の味と同じ味だったんですよ。あの滝の生きたみずみずしい水ってことですね。あの味が違うんですよ、あの自然の中の水だから。なんかあの、はい違うみたいな。でこの水ですよって言って飲まされた、あこの水昨日飲んだ滝の感じと同じだな。そうなんですよ、自然の元々の純水にするんですって。なんか電気も通さないとか、なんかもうなんか活性するとか、まあ、いろんな、ね、パイウォーターとか何ウォーターってあったけど、そういう組成とかの話ではなくて、構造でそれが、でじゃあこの石は何なのかっていうので、仮説がまた別の学者が出てきて、40億年前ぐらいの地球の原始大気は二酸化炭素なんで、そこに隕石、チタンの隕石が落ちてきて、そこでぶつかって燃えたやつが地球上にあったのを、たまたまロシアが最近見つけたんでしょうって。でそれを作ることに成功してるんですよ、この社長が。チタンを二酸化炭素につけてボワーって燃やすのを見て、これがその石ですって言ってから。でこの石を銀入れてアフリカの子供たちに言ってとか、全部こうやって記事になって本になってるんですよ。エイズがみんな治る。だけど薬事法的な問題とかがあるから、でこっからがまたあの普天間さんが大好きな話になって、この普天間さんのマネージャーというか、なんていうんですか、このタレントさんって言えばいいですか、なんていうんですか、芸能人というか、なんか有名人と言っておきますか。じゃあ、名前はちょっとね、これは出していい名前があるので、ミオキナっていう名があるので、まあ、芸名と思ってくれたら、あの彼女とか多分、はい、もう除霊ができる水って、あこの水で、あのこのあゆみさんが、僕こんな除霊とか書かない方がいいんじゃないですかってちょっと意見したわけさ、気持ちマーケティング的に僕は分かるけど、あのなんか地雷踏んでるっていうか、なんかあの手垢がついてるから、いやだけどそういうことが分かる人たちはこれ除霊できるって一目でみんな見切るから仕方がないですよね、あの嘘は言いたくないって、そういう見えるって言ってる人たちがこれ除霊できる水だってもう何も言わないでも言うから、要はなぜかって言ったら除霊っていうのはどういうことかって、水はこれはもう僕はそうだと思う話をしますけど、
情報を記憶すると思ってます。あ、記憶ね。だからあの媒体ですよ。だから僕たちって水じゃないですか、うんうんうん、当たり前。このちょっとこのバックソングも528MHz、これもこの人が作ったんですよ。川合さんが、うん、で今あのアマゾンのなんか CD ランキングナンバーワンみたいな感じで、これがマーケティングなんですよ。これがフロントなんですよ。あ、これがフロントなんだ。これフロントでガンガン今みんなが音楽聴いて、もう聴いたら気持ちいいから、うんうんうん、でこれあのこの波長で病気が治るって分かってる。この波長でも治るって。へ、うん、だからさっき言ったように細胞のレベルで、うん、蘇るとか、ね、活性するとかね、よくなるっていう。で、うん、要はあの聞いたことはありません、あの人間の頭ってピアノの鍵盤の音域と同じ順番に並んでるって。おお、知り、初めてね。本当の話よね、上原さんね。だからピアノの鍵盤を考えた人って頭の中の見てもないのになんで分かったんですかね。なるほどね。感覚がある。感覚だ、感覚。すごいんですよ、うん。そういうもともと持ってる感覚はみんな持ってたんだけど、あの現代人は失っていくでしょ。見えないものが見えなくなって、あ、見え、うん、まあ、だけど見えないものがあるおかげで見えてるっていう事実もありますけどね。全てのものが見えるものだったら僕今普天間さん見えないですからね、目の前の空気で。見えないものの中に見えるものはあって、あの見えるものは永遠でないから。なんでかって普天間さん100年後ここにいないですからね。あの見えるものは絶対見えないものになるでしょ、服部くんね。地球だってね、はい、まあ、人間の物差しで言ったら何億年っていうのは人間ではねちょっとすごいことだけど、あと45億年でね太陽にと一緒に燃えちゃうんだからね、うん、でその太陽すらね結局あれ死刑劣星っていうんだけど、自分の重さで潰れて爆発して白色矮星、超新星爆発するか、しぼんで真っ暗になってカスになるか、石炭みたいに、うん、どっちかしかなくてなくなってしまう、燃え尽きますからね、うん、全部永遠ってないさ、はい、だから見えるものは全部必ずなくなるけど、うん、見えないものから生まれてるから、見えるものは見えないものから生まれてるさ、うん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 、そうでしょ、まあ、どっち見えるものっていうのは見えないものからしか生まれないさ、うん、見えるものが見えるものは作ってないの知ってる、うん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 、見えるものは、まあ、あれとは違うよ。いや 俺がチンチン入れたら子供ができるよってか、そういう話じゃないよ。ずれたあ、だけど今話もずれますけど、上原さん、あの、あ、まあ、上原さんというより普天間さんがいいかな、子作り大好きだから。子作り大好きですよね。好きですよ。なんか自分が作ったって感じしてますよね。うんうんうん。うん、じゃあ、あの、上原さんは誰に作られたんですか？親。お父さんとお母さんに作ってもらったんですよね。はい、半分当たってますよね。うんうん、半分。半分当たってるけど、作られたって自覚は、あ、っていうか、どこから来たんですか、上原さん、ここに。おお、やばい、ちょっとこれ那覇那覇の前の、あの、お母さんのお腹の中の前はどこから来たんですか。ああ、なるほど。まあ、種の前ってことですか。うん、だから皆さん、意識ですよ、意識、うん、どこから来たんですかって、あの、ある瞬間に2歳ぐらいの時に来たの、1歳ぐらいの時から来てましたかね。うん、1歳の記憶がないからわからないけど、うん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 、もしかしたら0歳の時に来たのかわからないけど、うん、どこから来たかわからないけど、いきなり来てるんですよね。要はその元がどこかですよね。元ね、うん、これが見えないじゃないですか、うん、見えないね、知らないところ、何もないとこからできたね、うん、じゃあ CM に行きます。 CM もうお前戻ってきたらあとお前1分だよ。お前この音楽眠たね、これやばいでしょ。なんか顔優しくなってるよ。眠くなってるからか。これ強烈に眠たい。これやばいですよ、うんうん、超リラックス。だからボール取ったんだ。眠たいからボール取った。回せから聞くだけで体の不調を消していく、ね、やばいよね。持った。この水をして筋肉痛しなくなる。どうぞ、体調どんななんですか。して
上原さん後でやってから分かるかもしれんけど、肩甲骨が全部剥がれた。剥がれた？どういうことですか？肩甲骨剥がれるってあるの？要は肩甲骨のコリがなくなったみたいな感じ。肩甲骨が全部、え、これあのシソジュースとこのお水を飲んでるだけで、5秒前4エンディングエンディングエンディング、うん、あと1分かな、まあ、次あれがありますよね、次もあるんで、うんうん、誰にも言わんでよ。だけどこの水とこの音楽すごくないですか。いいすげえ。だからあの今 JMM のメンバー10人ぐらい買ってますよね、うん、あ CD も CD は違う、この元僕は別にだから商売にも何にもならないんですよ、うん、なんで2万円で1回売ったら6掛けで仕入れて5000円ぐらい儲かってももう1年以上持つからね。なるほど。そういうビジネス的なメリットとかでは動くほどのあれではない、だからネットワークサービス。あ、本当こっち本当のサービスだね。ス、うん、ウルさんも買った、飲んでる、うん、まだ取ってない。あ、取ってない。え、普段水どうしてるの、ウルさん。買ってる。買ってますよ。あ、普通にコンビニとかでスーパーとか。まあ自分はあのあれ爆飯石の水。ああ、はいはい、美味しいよね、うん、なるほどね。あれが美味しい。美味しいよね。 あれと東村の水が美味しい。分かる分かる。109じゃあ、はい、とりあえずなんかまた続き後で。そうですね、はい、では今ここうがなびらでした。5分後に、はい、5分後。